こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。10月最後の放送になります。皆さんいかがお過ごしでしょうか。東京の天気は、だんだんと気温は下がってきたんですけれども、また一段と寒く、いきなり寒くなってきたというか、もう本当にね、9月はまだ夏っぽい日があったということが信じられないくらい、冬に向かっているなという気がしてまいりましたけれども、各地いかがでしょうか。本当にね、衣替えをちゃんと時間かけてしないと本当にうまくいかない。クローゼットが、あっち引っ張ってきたり、こっちから引っ張ってきたりという感じで、ぐちゃぐちゃになっていますが、皆さんはいかがでしょうか。面倒な季節です。さて、相も変わらず趣味としてはヨーロッパサッカーを、テレビで見るのが好きなんですけれども、まあ興味ある方ない方、いろいろ濃い薄いあると思うんですが、まあ今の時代一番見てほしいなと思うのが、典型的なのは僕の注目の仕方なんですけど、やっぱり、ヨーロッパサッカーと一口に言っても日本人選手を切り口に見るとやっぱり興味が持ちやすくて、週末ちょっと時間あるからサッカーじゃあ生でリアルタイム観戦しようかってなった時も、日本人選手が在籍しているチームを中心に追いかけているので、そういう意味では今本当に日本人選手ヨーロッパの大舞台で大活躍を繰り広げているので、おすすめというか、なんかもっと、話題になっても良さそうなもんなのに当たり前すぎて、まあ、他のスポーツもね盛んですから、野球、大リーグとかもろもろ含めて、まあ、話題が多いっていうのもあると思うんですが、もっとこれねみんなに見てほしいなと最近は思っていて、というのも質もすごいし量もすごいっていうか、その量という、まあ、人間なので量と言っていいのか分かんないんですけれども、その人数が多いんですよ。ヨーロッパの強豪リーグにいる人数が、昔一昔前であればその限られた人数がヨーロッパの舞台で活躍していて、それをこうみんな全部見るみたいな感じだったと思うんですけど、今は基本的に見切れない。なぜなら各国リーグの複数チームに何人もいたりして、週末ごとに僕がチェックしている感覚でいうと、日本人選手が出るから見ようっていうので全部やっていくのだけでも結構大変っていうか、まあ、同時間にやってるのもあるのでっていう物理的な制約はもちろん、時間帯違ってもこれ全部見るとなるとやばいなっていうぐらい、各国で活躍しているし、それから質の面、例えば、ヨーロッパサッカーの中で、まあ、大きく注目される大会がチャンピオンズリーグという、その各国リーグの強いチームが集まって、その中でも一番上を決めようっていうのを毎シーズンやってるんですけれども、そのだからみんなが目指す舞台であるチャンピオンズリーグ CL っていう大会でも、日本人選手が在籍しているチーム同士の対決、日本人対決的なものが結構起こっているんですが、なんだろうな、僕でさえもその貴重さが薄れているなと感じられるくらい当然となってきた。前だったらこれもう日本サッカーここまで来たかみたいな文脈で捉えられていてもおかしくないのに、いやまあそういうこともあるか、まあ、あんだけ選手活躍してるから全然あり得るよねぐらいの感じになってるのが、この今の凄さを表しているのかなと思って、だからやっぱそういう観点で言うと、日本代表のサッカーは見るけどっていう人であれば、今一番見たくなる状況時代来てるんじゃないかと思っていて、で同時にそこで重要になってくるのは見やすい環境だと思うんですが、まあ、今日はこっからが本題っていうか、これも前にこの番組でお話ししたことあると思うんですけれども、まあ、じゃあサッカーテレビで見たいな、地上波のテレビでやっていない、じゃあ何で見ればいいんだってなった時に、まあ、権利関係というものがあって、まあ、前であればケーブルテレビとかそういうのに加入してとか、今であればサブスクが中心になっているので、そこでネットで加入してアプリとか含めて見るっていう風になってるんですけれども、そのどこのリーグをどこのチャンネル、どこの会社が配信放送するかっていう権利関係が毎シーズン変わるっていうのがこれ難しいところで、だからじゃあヨーロッパサッカー見たいな、これの一つサービス加入しておけばオールオッケーとならないのが難しいところで、一つ入っても全部を見られるわけじゃない。じゃあイングランドのプレミアリーグ見たいんだったらここだけれども、ここ入った
からといって全て見られるわけじゃなく、じゃあさっき言った CL チャンピオンズリーグを見たいってなると、じゃあ今度はこっちも入んなきゃいけなくてっていう、全部入るのもあれだからこことここに限定するかみたいなのを最近は毎シーズンサッカーファンはやっていると思うんですが、で、まあ、それ自体はね悪いことじゃないと思っていて、つまり企業間で当然競争が起こるわけだから、まあ、権利獲得の競争もあるだろうし、そのうちの会社にのサービスに入ってもらおうというので、より良いサービス向上、競争の中でのそれぞれのサービスの、ブラッシュアップが行われていって、ユーザーにとっては、ある面ではいい状況が生まれると思うんですが、これが難しいなと思ったのは、まあ、毎シーズンどのチャンネルどのサブスクに入ればいいのかが変わるっていう、こっちの選択の難しさに加えて、そうやって毎回変わるということは新規参入の会社も出てくるということで、明らかに向こう側もあたふたしているなっていうのが見て取れる、ホームページとかアプリとかそういう整備状況を見ていると、あっちもまだ整ってねえなっていうのが本当にあるんですよ。具体的に言うと、そうだな、なんて言うんだろう、まあ、ウェブからも見れるので、パソコンとかから見れるから、ホームページとか見たり、タブレットとかテレビのアプリとかの使い勝手とかもそうなんですけれども、どこに何があるのかがすんごい分かりにくかったりする。今日のあの試合はどこにあるんだとか、じゃあ録画の映像を見たいからそれ見たいなっていうのも探すのが大変だったり、僕は結構ハイライトでもチェックしたい派なので、全部は見れないけど、ここの辺の試合はハイライトで、5、6分とか7、8分のハイライトでさらっときたいなっていうのを、まあ、せっかくね月額いくらで払ってるやつだからさっと見たいじゃないですか。でもそのホームページとかアプリとか行っても、どこにハイライトがあるんだよみたいな、ないのかそもそもとか、作ってないのか何なのかがもう分かんないみたいな感じで、結局なんかちゃんとそのオフィシャルで出してる YouTube の動画見るみたいな、なんで俺ここで広告見てるんだろうみたいな、そういう事態にもなっていて、なんかね、そのお互いあたふたしてんなっていうのが、ここ数年の、サブスクで、サッカーを見る、ヨーロッパサッカーを追いかけるっていうのが定着してきた中での、毎シーズン権利が動いていってどっちも大変っていうのがね、最近感じてる難しい部分ですね。まあ、だんだん、まあ、それはまあサブスク主流になる前からそういう面はあって、そういう時もだんだんお互い慣れていって、向こうが用意するものも良くなっていってっていう流れはもう何年も経験しているので、まあ、気長に待とうっていうのはあるんですけれども、まあ、とはいえね、ハイライトはすぐ見たいなとは思うのも一方でまた事実で、まあ、最近はそんな感じですね。日本代表の話でいうと、来年頭にアジアカップという、大会があって、まあそこにどれほどの選手が呼ばれるのか、まあ、基本フルガチメンバーで行くのかなと思うんですけれども、まあ僕自身としてはヨーロッパサッカー好きなので、本当にまあ最後まで行くなら行くで、まあ、優勝してくれるに越したことはないんですが、みんなが怪我なく、それだけを願っております。それでは内山聖輝のワンクールスタートです。それではお便りを紹介します。ラジオネームでんでん大子さんからいただきました。23歳大阪の方、内山さんこんばんは。今回どうしてもお礼を伝えたくて初めてメールを送ります。以前 SNS で内山聖輝さんのラジオを聞き始めたら、急に K-POP 運が爆上がりしたという書き込みを見つけました。 K-POP 運、投稿者は聞き始めてから数週間後、韓国での音楽番組に出演する推しグループの事前収録に初当選したとのことでした。さらにその後も同じく韓国で行われた対面サイン会にも当選し、そういうのがあるんだ。その後も何かとラジオから得た運は猛烈に味方してくれた模様。私もこの方のように K-POP 運が急上昇してほしい、そう願っていました。すると早速翌日、韓国のインスタント麺、ブルダック
の購入レシートで応募するキャンペーンで G アイドルコラボポストカード&ステッカーセットに一発当選。応募後すぐに当落がわかるシステムだったので深夜に思わず叫びました。コラボポストカード&ステッカーセット。その数日後、私史上最大の出来事が、主にハイブ系列のアーティストが参加するオンラインプラットフォーム、ウィバース、あ、この文字面は見たことあるわ。ウィバース、ウィバースにあるニュージーンズコミュニティにて、指定された期間中、活動時の思い出エピソードとともに、ハッシュタグをつけて投稿すると、この活動時とかね、スケジュールとかよく言ってるよね。投稿すると、今回のカムバック期間に、カムバね、あ、これ注釈つけてくれてるわ。カムバック期間、新曲やニューアルバムをリリースすることを指します。カムバック期間に行われた、事前収録に参加したもののみ配布されたトリカがもらえるイベントにも見事当選しました。複雑なイベントですね。今年最大の K-POP 運を使い果たしたであろうと同時に、ワンクールの力はすごい、彼と番組から溢れるパワー、やっぱり本物だと痛感しました。ああ、そうなのか。内山にむとこの番組のおかげです。本当に感謝しています。ありがとうございます。へえ、その運動校っていうのはわかんないですけどね。いろいろ当たったんですね。なんかいろんなのあるんですね、催し物。音楽番組事前収録、うん。これはパフォーマンスを撮影するよっていうことなのかな。対面サイン会。で、このでんでん大工さんは、購入レシートで応募するキャンペーンでコラボポストカード&ステッカーセット。へえ、なるほどね。いろいろあるな。この辺 K-POP 結構聞いてチェックしてるんですけど、こういうこうなんだろう、あらゆる、プレゼントどうこうとか、パフォーマンスの撮影がどうこうっていうのは全然疎くてあれですけどね。ただ G アイドルは、新しいのも聞いてますし、動画とかも見てますね。彼女たちはもうメンバーの個性がすごくてパワフル系だなっていう印象があって、あと僕は仕事柄なのか曲聴いてるとそれぞれの声質みたいのがすごい気になって、 G アイドルの場合はみんなのキャラの立ち方がすごい良くて、パンチのある人もいれば甘い声の人もいて、それぞれがナチュラルにスッと出した時の声がこうソロになった時良くて、その辺が面白いなと思ってるんですけど、あと G アイドルで言うと、なんかね、動画で見たやつでスタッフさんかなんかの結婚式だか結婚パーティーだかでパフォーマンスする動画見ましたね。これどうなってんのみたいな、ノーギャラでやってんのかなとか、フットワーク軽いなみたいな、クイーンカードをやってたのをね見ましたね。それが面白かったな。いや、いろんなグループがいろんな曲出して次々とね、まあみんなゆっくりしてほしいですね、体は壊さずに。はい、ラジオネームスターチスさんからいただきました。内山さんこんばんは。少しずつ気温が下がり朝晩冷えてきましたね。確かに。私事ですが、最近仕事帰りにコンビニでホットのブラックコーヒーを購入し、それを飲みながら車の中で一息つくのが日課になっています。内山さんは何か日課にしてることはありますか？ないです。でも仕事帰りにコンビニでホットのブラックコーヒー。コンビニコーヒー美味しいですからね。車の中で一息つく。確かにリラックスでいい感じですけれども。まあでもコーヒーで言うと、夏場はやっぱりアイスコーヒーよく飲んでいて、前まではコンビニコーヒー定番で、よく買ってたんですけど、まあ、今回の夏もよく飲んだんですが、今年はそれじゃ飽き足らんっていうか、それだけじゃ足りないみたいな感じで、パックのもうたくさん入った大容量のアイスコーヒーをもう冷蔵庫に入れとこうと思って、それをね、いろんな種類買って、これが美味しい、これそうでもないなとかよくやってましたね。なんかそういう大容量系のやつって味はどうなのかなと思ってたんですけど、普通に美味しくて、こうでも美味しいからこそいつでもたくさんあるから、あったらあったであった分飲みすぎちゃうっていうか、もう終わりみたいな。本当
グミとかもそうなんですけど、好きであったら食べるけど、あっという間になくなっちゃうから、あんま買わないようにするみたいな、いつものパターンでしたね。その、炭酸水も、普通に何の味もない、普通の水の炭酸水も、お酒とか割るのに使うから、箱で買って置いてあるんですけど、単体で飲んでも普通に美味しいから、あれもね、段ボール箱で買うとね、あっという間に、もうないのみたいな。自分のその炭酸水への欲求に驚かされる時がこの夏は多かったです。ということで何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便り引き続きお待ちしております。内山聖のワンクール。内山聖のワンクール。続いてはこちらのコーナー。ここで出会いました。2023年現在、もう後半ですけれども、人はどこで出会うのか。恋人に限らず、友人や知り合い等々とどこで出会ったのかをリスナーの皆様から教えていただくコーナーです。こちらラジオネームなかったそうです。東京都18歳の方。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。毎週リアルタイムで拝聴はできないものの、憂鬱な月曜日を乗り切るための楽しみとして通学電車で聞かせていただいています。私は現在高校3年生なのですが、部活動の友人との出会いの話をさせてください。高校1年生の頃、放課後は活動していた私は活動なんだろうしていた私は実質帰宅部としての生活を送っていて、音楽室から聞こえてくる吹奏楽部の音を聞きながら青春を謳歌する同級生を羨ましいと思いつつ、早々と学校を去る毎日でした。そんな生活の中で一つの楽しみとなっていたものが、昼休みの時間帯に聞こえてくるピアノです。用事があり音楽室に行った際、顔は見えなかったのですが、素敵なピアノ演奏をしている同級生がいて、用事がなくとも音楽室のドアの外から密かに聞きに行くのがルーティーンとなっていました。2年生になり、今までやっていた習い事をやめ、部活動に取り組む時間ができた私は、これが活動していたっていうやつか。迷わず吹奏楽部に入部しました。そこで出会ったトランペットのエースこそ、昼休みのピアノガールだったのです。音楽室のピアノは誰でも弾くことができたので、本当に予想外の出会いでした。本人にその旨を伝えると、照れながらもリクエストを受け付けてくれるようになり、今では部内一番の友人です。絶対音感があって、バイオリンといった弦楽器と管楽器、ピアノを極めているのに、進学先は美大というなかなか不思議な友人ですが、大学に進学してからも、こうした出会いを大切にしていきたいと思っています。稚拙な文章を最後まで読んでくださり、ありがとうございました。これからも内山さんのご活躍を楽しみにしております。ということで、現在高校3年生の方、部活動の友人、学校の同級生ですね。高校1年生の頃は音を聞くだけだったな。実質帰宅部、習い事をやっていて、青春を謳歌する同級生を羨ましいと思いつつ、そんな生活の中でピアノの音に出会って、で、いろいろあって吹奏楽部に入部して、そこで出会ったトランペットのエースだったんだ。かっこいいね。トランペットのエースがピアノがある。なんか、かっこいいネーミングですね。で、それを本人に伝えて、照れつつもリクエストを受け付けてくれるようになった。今では部内一番の友人。で、友人はそういうこう音楽の素養があっていろいろ楽器もできるけれども、目指しているのは美大。はあ、多彩ですね。僕も、高校生の頃は部活は軽くやってましたけれども、そんなに毎日遅くまでやるような部活ではなかったので、だから、ある種帰宅部の気持ちもわかるっていうか、全然すぐ家帰る時もあったと思うので、
なんかそっち側の眺めて青春を謳歌する同級生羨ましいっていうのも分かりますね。不思議ですよね。なんかみんなそういう部活毎日激しくやってる人たちは、あーめんどくさいなとか、なんかだるいなとか言いつつも、結局そのおのおのの場所に赴いてみんな毎日ね集まって、別に強制されてるわけでもなかろうに、その時間までずっと練習とか、楽器合わせたりとかずっとやってて、確かにそれは青春感あるなと、僕の高校時代を振り返っても思いますね。あとその吹奏楽部でいうと、いつだったかな、なんかの仕事の合間で待ち時間になった時に、スタッフの人たちと含めて話してる時に、吹奏楽部あるあるみたいのでなんか盛り上がってて、それ横で聞いてたの思い出したな。結構上下関係厳しいとか、結構こういうそれぞれの部によってこういうルールがあって、それが大変でって、結構まあ体育会系だしみたいな、そんなことも聞きましたね。ラジオネーム、こちらもなかったそうです。内山さんこんばんは。恋人になった流れが不思議だなと思いメールしました。知り合った時は自分が高校生で、共通の知り合いがいて、その方が集めたメンバーで遊ぶことになりました。ふんふん。その日の解散の時に全員で連絡を交換したのがきっかけに連絡を取るようになり、お互い名探偵コナンが好きなことがわかり、コナン毎週月曜の一日だけ土曜日放送したコナンについて話す関係が、自分が高校を卒業してからも続きました。自分が二十歳の年に、自分の中で友人から一緒にいても安心できる人に彼が変わっていることに気づいたので、友人から一緒にいても安心できる人に変わった、告白をしてみようと思い告白したところ恋人になりましたが、関係が恋人になっても連絡も会う回数も月一でも気まずくなく続いています。うん、不思議ですね。いろいろ、高校生の時にその後々、恋人になる人と出会ったと。でそのきっかけは共通の知り合いがいて、その人が集めた仲間に二人がいたと。でその解散の時連絡先交換して、コナン好きだから趣味園で始まってるんだ。コナンはね、各世代にファンがいますもんね今や。あとね、ここ不思議だったのが曜日の問題。毎週月曜の一日だけ土曜日放送したコナン、土日は？そのほやほやな瞬間はそれぞれなんか学校のこととか家のこととかで忙しいっていう事情なんですかね。ここの謎の、感覚開ける感じが逆にリアルみたいな。土日は放置なんだ。自分の中で熟成させるのかな、こうそれぞれ考えたいことがあって、土曜日曜あでもないこうでもないって考えて、そんで出た結論を月曜に激論交わすのかな。こんなんについて話す、電話するんですかね。うん、で二十歳の年に、ちょっと気持ちの変化があったので告白して恋人に。ただここもね、関係が恋人になっても連絡も会う回数も月一でも気まずくなく、これが気まずくないくらいの、それぞれ独立した自分の人生を楽しみつつっていうことなのか、リアルな数字なのかっていうね、月一ペースぐらいのあれですよっていうこと、ルーティーン的に。もうこれでお互いその、やっていけるっていうんだったら、もうこのまま遠距離恋愛に突入しても問題なしっていう感じのね、自立した、二人ですね。へえ、コナンが繋いだ縁でした。ラジオネーム、深夜鉄棒で逆上がりさんからいただきました。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。私の近年の友人との出会いの場は、SNS です。と言っても、全くもって知らない人というわけではなく、インスタで知り合いかもの欄に出てきた人です。いわゆる友達の友達というパターンです。友人数名で集まろうとなった時に、〇〇さんも誘っていい？この人を、と見せられたのが、インスタのプロフ画面でした。インスタのプロフを見せて、人物紹介。知り合いかもの欄で何度か見かけたことがあったので、それを機にフォロー。現代的ですが、遊ぶ前に SNS を通してどんなものが好きなのか嫌いなのかを知れるのは助かるなと思いました。共通の話題も見つけることができて、遊ぶ日の当日困らずに済みました。
まあ SNS はあるでしょうね。このインスタの知り合いかもっていうのはどういうメカニズムで出てくるんでしょうね。その辺は詳しくないので知らないんですが。で、友達の友達で出会いが始まって、そうか、そこで紹介するのもインスタのプロフを紹介するんだ。まあ確かにね。SNS が友人を見つけてくれる時代。気になったのは、遊ぶ前に SNS を通してどんなものが好きなのか嫌いなのかを知れるのは助かる。確かにそうであるとともに、ここで思い出したのが、昔のラブコメ映画、メリーに首ったけかな、あのあたりのやつで、まあ、それもあったし、よくある展開として、最終的に主人公側じゃなくて最後に振られる、ちょっとその話の中で言うと悪役ポジションみたいな、まあ、主に男が女性にアプローチするってなった時に、その該当ヒロインの好きなものとかカルチャーだったり食べ物だったり、あるいはこう大切にしている人生のテーマとか家族にまつわるエピソードとかを、なんかこう反則的手段で、そのさっきの悪役の、横槍入れてくれる男が反則的な何かを手段でそれを出し抜いて知識を得て、でそれを明かさないまま先回りしてヒロインにそれを提示して、うまいことやって、なんで私の気持ちが、私の好きなものが分かるのみたいな展開がよくあったと思うんですけど、これが SNS でお互いなんか、まあ、全部そこにプロフに書くとは限らないけど、リサーチ済みで会うんだみたいのは、なんかこう時代の変化を感じるっていうか、ラブコメ映画も今はどうやって展開すると胸キュンだったり、こう障壁に最後にくっつく二人の、立ちふさがる壁となるんだろうなっていうふうに思ったりしました。ということで、このような形で何でも送ってみてください。引き続き皆様の出会いのきっかけを募集しております。以上、ここで出会いましたでした。内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。番組では皆様からのメールを募集しております。番組宛ての全てのメールの宛先は one@joqr.net one@joqr.net、 懸命にコーナー名を書いて送ってください。よろしくお願いします。そして内山聖輝オフィシャルノート、内山聖輝の踊り場、更新は終了いたしましたが、これまでに更新した記事は11月30日までご購入いただくことが可能です。詳しくはノートの方をご確認ください。よろしくお願いいたします。番組公式 X アカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組はポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストはポッドキャスト QR、 Spotify、 Amazon Music など、 YouTube は文化放送エクステントの公式チャンネルで配信しています。更新は火曜日夕方の予定です。それではまた来週。さよなら。